きで宝くじでも買う。こんな場所にもクリフォドの根か。そりゃそうだ、地面の下だもんよ。手当たり次第片付けるとしよう。高枝切りバサミがあるやな。出口を探さねば。
しバカでかい船だな。消え、貫け、えぐれ、消え。どこかに抜け道が。
くらめる。外はいいぜ。何たって電話がある。おい、手を貸してくれ。了解、そこで待ってな。何が欲しいんだ？マルファスか。ちょいと面倒だな。あっちのやつは見たことねえな。あんなの魔界にいたっけ、どうだっけ。なんとしても魔剣スパーダを探し出すのだ。貴様ならありかがわかるはず。あの方は捨ておけというが、私には何とも気がかりでならないのだ。まだスパーダの結束が生き残っている以上、万が一がないとも限らんからな。いいか、分かったな。見つけ出し、そして破壊するのだ。それでこそあの方の支配は盤石なものとなるだろう。なるほど、正体は読めた。安心しろ、手加減してやる。さあ、レザル、しびれてみるか。ブイちゃん反応は？思いこそが無限を生かす。おいも読んでる場合かよ。で、それどういう意味？なせばなるということだ。行くぞ。
雪を操るとあの馬の力か。ってことはゲリオンか。ダンテがぶっ殺したはずだがな。希少種だがまだ生き残りがいたか。今日で絶滅だが。やってるぞブイ、馬力があるぜ。あの力を利用して一撃食らわせてやれ。やつを追うぞ。魔剣スパーダが手に入るのならまだどうにかなるかもしれん。おいブイ、よく考えろって。あんなもん手に入れてどうすんだ。スパーダを扱えるのは力と心を兼ね備えたものだけだぜ。力を失ったお前にはあれを使うのは無理ってもんだ。確かにそうだ。だがネロなら、あるいはスパーダに近づけば俺にもアリカくらいは分かるはずだ。